はい、それじゃあね、今回は演習問題3番のね、問4と問5のね、解説をしていきます。ね、まず、問4番。問4番、問題文読んでみると、もし私たち人において、親から子へ、皮膚移植を行えば、ほとんどの場合に、視覚へ拒絶反応でしたね。拒絶反応が起こると考えなければならない。なぜ本説問にあるハツカネズミの実験の場合と違うのか、その理由を知るせいってことですね。はい。今回ね、マウス。ね。マウスは本部にね、わざわざ、系統って書いてありましたね。系統。ね。系統っていうことはね、系統ってことは純系です。純系。ね。純系。ね。すべての遺伝子がホモになっているってやつですね。すべての遺伝子だけじゃないですけど、すべての遺伝子とは言えないですかね。注目しているね、形質にね、関わる遺伝子がホモになっているって言った方が正確かもしれないですね。もう少し。純系ということになってるわけですよね。で、人は基本的にね、マウスはね、これ実験するためにね、兄弟姉妹間の交配って言ってね、まあ、自分、まあ、要はね、近親のね、奴らと交配して、で、純系っていうのを得てるわけだけども、人でそんなことできないですね。できないって、まあ、やろうともできるか知らないですけどね。まあ、そんなことはね、しません。なんでね、人はね、基本的にね、純系ではないですね。純系ではない。ということになるわけですね。ってことは、例えばね、まあ、こんなね、父親と母親の組み合わせを考えてみましょう。ね。ABCD ね。まあ、こんな組み合わせのね、両親のからね、生まれてきた子供のね、表現型じゃない、遺伝子型とね、その分離比はどうなるかなって言ったらね、まあ、AC 対、AD 対、BC 対、CD、CD じゃない、BD っていうのがね、1対1みたいなね、感じで出てくるはずです。ね。よいしょ。よいしょ。ね。こんな感じで出てくるということでね、こんな風に出てきてしまったらね、まあ、それはもちろんね、親子でね、交配なんかできるわけないですね。あ、親子で交配じゃない。親子でね、移植なんてね、もちろん不可です。親子で移植は不可です。移植不可。ね、親子で移植は不可です。ね、で、だから、ね、今回ね、まあ、これさえ分かれば、ね、こういうことだからね、まあ、こういうね、違いがあるからね、マウスではね、今回の実験にあるね、ハツカネズミではね、純系同士だったから、ね、親子でね、皮膚移植ができるっていうことがあったけども、ね、今回は残念ながらね、人ですから、ね、話になってもね、この人ですから。ね、こういうふうにね、親とね、子供で、同じね、MHC の型になるっていうことはね、ほぼありえないっていうね、ことを書けば OK ってことですね。それが理由になるわけです。ということで、回答は、今回の実験で用いたハツカネズミは系統で、ね、系統、ね。で、MHC の遺伝子がホモ。MHC の遺伝子がホモになっているが、人の MHC 遺伝子は、副対立遺伝子群で。あ、これはね、ちょっと知識で持っているかどうかっていうところ若干ありますけどね。これは。まあ、これはね、書く必要性があるかどうかっていうのはね、若干、わからないところではありますけどね。遺伝子がね、遺伝子のね、組み合わせがね、異なってるとかいうね、まあ、他のね、言葉の書き方でもね、別にいいかなとは思います。ね。でもまあ今回ね、まあ、副対立遺伝子群ってね、まあこういう言葉ね、皆さんに授けておきます。ね。字数制限とかの時にね、ダラダラ書いたらね、ああやべ、字数足りねえとかいう時があったり困るんでね。まあその時のために、まあこれね、ちょっとまあ皆さんにね、授けておきます。で、こういう副対立遺伝子群で。で、MHC 遺伝子が、基本的にヘテロ、ね。ね。になっていると。よって、子供が持たない。子供がですね。子供が
持たない。持たない MHC 電子。MHC 電子を両親が共に持つ場合がほとんどだからっていうのが回答になるというわけですね。はい、これが回答ね。まあこれね、これさえね、このね、マウスが系統である、のに対してね、人は基本的にね、まあ純系ではないっていうね、これさえ分かってればね、まあこの答えがね、まあ書けるかなと思いますね。はい、じゃあ次、トヨコマン行きましょう。トヨコマン、トヨコマンは人の兄弟姉妹間、姉妹の二個体間で皮膚移植を行った時、拒絶反応が起こらない確率を考えようってことですね。まあ、さっきね、ここで兄弟姉妹間交配のね、兄弟姉妹のね、まあ、あるね、親から生まれた、子供たち、ね、兄弟姉妹、ね、の遺伝子型ね、ちょっと考えてみましたが、まあ、これね、ちょっと使いながら言ってみましょうか、ね。今回ね、ここで書いた通り、AC、AD、で、BC、で、BD、っていうね、子供たちがいて、で、まあ、兄弟姉妹間でね、移植ですから。まあ、AC。もしかしたらね、まあ、最初に生まれた子 AC で、次に生まれた子もね、もしかしたら AC かもしれない。ね。ということでね、まあ、同じ遺伝子がね、同じ遺伝子型になってるね、子供たちのね、兄弟がね、いるかもしれないんでね、まあ、それをね、ちゃんと考えて書いていきましょう。ね。AC、AD、で、BC、BD、ね。っていうね、まあ、レシピエント側と、ね、給料側と考えられるというわけですね。で、まあ今回ね、移植可能なやつを、まあ赤線で結んでいくと、まあこの移植可能なこれしかないですね。こういう組み合わせしかないですね。はい。ね、まあ例えばね、お兄ちゃんとね、まあ妹がいたとして、ね、お兄ちゃんとね、まあ妹がね、同じね、MHC の遺伝子型になっている、みたいなね、ことにならない限りね、皮膚移植はね、今回、皮膚移植はね、できないということですね。皮膚移植だけじゃないですけどね、まあ、臓器に関してはですが、ね、移植はできないということになるというわけで、今回ね、こんな、これね、こういうふうにね、移植できる確率をね、求めてくださいってことだったんでね、こっち4人で、こっち4人ですかね、組み合わせとしては 4×4 で、16ですね、4×4。で、で、皮膚移植がね、成功するね、ちゃんとね、定着する確率、定着するね、場合の数はね、4通りですからね、4。ね。で、4×4 分の4ってことで4分の1ですね。4分の1。これが答えになるというわけですね。はい。これで後半部分の話終わりでね。ね、まあ大体ね、これが、これ、ね、ここのね、一番ね、まあある意味、重要なの。これですね。これ。ここ。これね、この部分、しっかり押さえてったらね、トヨンもね、トヨン、両方とも解けるはずです。ね。そういうトヨン、トヨンの問題でした。で、これでね、演習問題3番終わりなんでね、全体のまとめです。全体のまとめ。これね、全体を通してね、なんだ、細胞性免疫。ね、お話をしていってるわけですが。ね、ここにね、遺伝の話がね、ちょくちょくね、絡んでくることがあります。ね、細胞性免疫のね、問題、遺伝のね、話がからちょくちょく絡んでくる問題ね、ちょくちょく見ます。ね、ちょくちょくばっくり言ってますけどね。まあ、結構ね、遺伝とこの細胞性免疫がね、絡みやすい範囲になってるんでね。ここね、細胞性免疫だけじゃなくてね、ちゃんとね、遺伝のところとね、関連したような問題ね、探してね、解いてみるっていうのはね、結構力になるかなと思います。ね。そういうふうにね、それをね、ちょっと心がけてね、問題演習してみたらいいんじゃないかなと思います。それではね、次の動画へ行きましょう。